はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回はトレマ速報&昨日の結果まとめということで、いやー鹿島どうしたというところでございますけれどもね。で本日のゲームに関しては先ほどサガン鳥栖のゲームが終わったんでそこの速報ですね。でこれがだから昨日行われた試合ですかね。大分若手が躍動ということで、まあ、この辺ですね、まあ、九州勢も試合が行われていますんでまとめてやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでこちらはメインチャンネルでございます、ね、メインチャンネルの方では J リーガー浦列や九州勢を中心として動画を作っております。で鳥栖と大分に関しては今年も全試合レビューとかプレビューとか同時視聴生放送とかもやっていこうと思っているんでよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょうかね。まずこちら昨日のゲームですけれども大分徳島、3対3のドロー、まあ、これトータルですね、トータルの結果3-3のドローというところでね、大分新戦力ディフェンダー安藤選手が得点決めておりますね。まあ、安藤選手の得点なんで多分セットプレーとかなんかそんな感じですかね。なんかちょっとそこは詳しくあれなんですけれどもね、まあしっかり決めているというところになってきますけれどもね。でそうあと若手融合株、今年ね来るんじゃないか安田選手ですね。いやー安田選手も昨年からねもうデビューは果たしてる選手なんです。その10代後半のまだまだピチピチの若手なんですけれどもね。いやしかしね今年はトレマからしっかり結果残してますね。まあ、この時期って大体ねこうユースの子とかね、本当ね高校生とか大学生とか新卒組とかがね、数字残しやすいんですよね。多分他の動画でもね話してはいるんですけれども、やっぱりこうね何ヶ月かも体を動かしていなかった、プロの選手よりも割とユース組の方がねやっぱこう1年間、体を動かしているんでコンディションがいいというのがあるらしく、だからこう謎の練習生が、活躍とか、練習生得点めっちゃ取ってんじゃんっていうのは割とそういうことで、学生とかね、まあ、新卒の子の方がこの時期はプロよりも、コンディションが良いというところになってきますので、もしかしたらも安田選手も、そんな感じでいいオフをだから過ごすことできたんじゃないですかね。これねしっかりねどんだけ若手とはいえど本当若いとはいえどしっかりオフを過ごすことができていなかったらこうやって結果、残すことができないんで本当素晴らしいコンディションで、今年のキャンプに入ってるというのが分かるそんな結果じゃないでしょうかね。で徳島の方が千葉カンタが決めてますね。まあ今年の千葉の得点源、千葉では徳島だ、徳島の得点源に、ならないといけない千葉選手ですね。今完全に間違えましたね。本当ねジェフ千葉の話を一瞬しようと、してしまったんですけれども、ね、まあ、千葉カンタがそう、得点ということで、このワントップのところ、まあ、千葉選手、渡選手、そして、まあ、もしくは柿谷選手もここで入ってくるんですかね。柿谷は多分インサイドハーフとかウイングな感じがしますが、ちょっと、柿谷選手の起用ポジションまでは分かりませんが、まあ、このワントップのところは千葉選手がいて、渡選手がいてっていうところになってきますし、あと森海斗選手もいますんで、この辺は、相当熱い争いが繰り広げてる、そんな感じがしますけれども、まあ、結果、ここ大分、徳島、開幕戦のカードなんですよね。まあ、これで、ね、ドローというところでさ、残りも1ヶ月切ってますんで、開幕戦が非常に楽しみでございますけどもね。はい、で鹿島、岡山が1対5ということで、これがちょっとサプライズですよね。まあ、前回、徳島にもトータルで負けているんですよね、鹿島はね。まあ、多分ただ、鹿島、前回、徳島の時はまあリードしている、時間帯というか本数、まあ、1本目、2本目ぐらいは多分鹿島がリードしていたんじゃなかったかな、違ったら申し訳ないんですけん、ね、前回、徳島戦でございました、今回も1対5ということで、鹿島アントラーズのその有料のコラム、有料コラムに関しては、サッカーパックの対象外なんでちょっと僕もね誰が得点決めたとか把握できていないんですよね。まあ、もちろんこれ有料コラムで知った得点者とかは言うつもりはさらさらないんで結局話すことはないんですけれども、まあでも誰が決めたかちょっとわからんというところになっておりますが、岡山がチアゴ・アウベス決めましたね。まあ、昨年16得点ですかね、決めているチアゴ・アウベスが決めて、そして桜川ソロモンが決めて、スピードスタードリブラー木村選手も決めてます。そして、坂本一茶選手ですねもう決めて、福本選手、この坂本福本この辺の新加入組ですね。福本選手は FC 大阪から来た選手じゃなかったですかね。既存のこれ木村選手とかチアゴ・アウベスが決めた上で新戦力も3名得点を決めていますんで、まあ、今年も安定して岡山来そうな感じしますね。本当1
1年間通して今年はもう優勝争いまで絡んできそうな感じがしますが、今年の岡山は非常に注目ですし、逆に鹿島がさあどうするかですね。もちろんね、練習試合なんでこんなんで一喜一憂、していたらたまらんってことになってきますんで、勝つことに越したことはないけれども、どんな狙いを持って、試合に臨んだかなとかもやっぱりありますんで、そこはね何とも言えませんよね。本当難しいところにはなってきますんでね。ただ1対5というのはちょっとショックはショックですし、多分これ岩政監督はなんかこう、ね、試合結果にあんまりこだわってないみたいなこと言ってましたけれども、ね、ただやっぱり練習試合とはいえですけれども、それはどうなんだみたいな声もありますんで、なかなか難しいですけども、なんかねセンターバックディフェンダーが足りてないみたいなことをなんか岩政さんがインタビューで話していたんですかねっていうのがありますんで、ちょっと怪我人かなんか出てるんですかね、ちょっと分かりませんけれども、結果1対5というところでございますね。はい、そして FC 東京札幌が、こんな感じで FC 東京得点者というか、ね、何点入ったかすら分かんないというところでございます。ちょっと僕の調べ損ねかもしれませんが、ちょっとね昨日ですかね、札幌との練習試合が行われたんですけれどもね、そこの札幌の得点者に関しては中島泰果選手が2得点、そしてキム・ゴン選手が決めているというところまで分かっているんですけれども、しかし、FC 東京の得点者が分かりませんので、ちょっとハテナにしているんですが、でも札幌中島選手2ゴールということでね、本当将来的にはこのとこ日本代表を背負って立つ男になるんじゃないですかね。中島選手が2得点決めてますし、でそのライバルとなるであろうキム・ゴンヒ選手も決めてますんで、開幕どっちですかね、スタメンで中島泰果か、キム・ゴンヒか、非常に楽しみなところでございますけどもね。はい、そして先ほど行われた試合でございます、鳥栖千葉が 2-1 で鳥栖が勝利ということで、得点者が帰ってきた藤原選手ですね。で藤原選手がゴール、そして小野裕二も1点決めて 2-1 で勝利。ジェフ千葉の得点者が分かんないんですよね、これ。ちょっと調べたんですけれども、今のところちょっと公式からの、アナウンスもなかったので分かりませんが、ちょっとこの辺は多分有料コラムとかで上がると思うんで、じっくりちょっと、試合内容とか分かる範囲で、個人的に見ていこうとは思っておりますけれども、しかし鳥栖もこれで、練習試合2連勝ということで、29日から、次1月29日に浦和レッズの練習試合が、行われるというところになってきます。浦和レッズの試合に関しては別に、これから動画撮るんですけれども、鳥栖浦和、多分鳥栖もだから次が初めての、J1 チームとの対戦となりますんで、次の浦和レッズ戦で、どういう風な結果出すかどうかですけれども、さ、注目のゲームでございます。鳥栖も、本当若手選手、今年ほど新規加入組が注目をされている鳥栖でございますけれども、昨年からいる小野裕二が決めて、そして藤原選手も帰ってきた藤原選手も決めているんで、この辺ね、特にワントップのところは争いが非常に注目されてますんで、どんな選手が絡んでくるか、これから非常に注目でございますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上、パルプンテジェルサッカーチャンネルのトツンでした。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ。